皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナナ TV より世界宇宙へ目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。24時間常時放送になっております。なってるよ。いやーね、今日ね何の回かお分かりかと思います。怒鳴りはまだね、あの CM 開けてからまだ、だってオープニング始まってまだ40秒経過したのにもう CM 行こうとした、ちょっと早く伸ばすよみたいな、ね、感じで、もう今すんごい勢いで、あのもうボードに書く、あ、すいません、ボードに書く時間がないんでね、ちょっともう伸ばしてくれないかっていうところで、ね、オープニング始まってすぐね CM 入るといろんな意味で大変なんですよね。えなんですけども、今日12月ですよ、亜美さん。そうでございます。やばい、いろんな二人して同じところ見ましたけどね今いろんな確認を、いや、いろんな、やっぱりね、こう日時って大事ですからね、いろんな間違っちゃいけないから確認しとかない。いや、もうね、亜美さんと私もここで番組持ってある程度もうね片手以上行ってますけどね、もう大体二人ともね片手以上って何、5年、え、5年じゃないの、私6年、何の話？あ、6年、うん、え、丸6年、6年目だよね。あれ？いや、誰に確認してる？7年目。あれ、ちょっと待って、計算ちょっとね、ラジオとね、こんがらがありますけどね、また後でちょっとね、ちゃんとしっかり計算して文字情報を送りたいというふうに思います。 CM ね、行きたいと思います。 CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。いや、今ちょっと不思議に思った話があるんですけど、スタッフがもちろんカウントでね3、2、1で出してくれるんですよ。すごい今かっこよかったね。何？3、2これちょっと初めて見た。1、2、え、どうだっけ普通、え、まあだから、まあいいや、どうでもどうでもいいや。でもこれって不思議じゃない、これで3、2、1って数える。あ、でも局長も多分こう、そうな、局長最近ねちょっと現場にあの一緒にならないので、 あのあれですけど、あ、そうなんだ、うん、多分今までの、その多分今までも同じことしてくださってると思うんですけど、全然聞いて、最後のこの手のここだけをすごい意識してるから、いつもだってあれやもんね、寸前まで喋ってるからそれ見てない寸前まで喋ってるんですって。でもみんな喋ってるでしょ、結構こう髪の毛こう押したりと。いや、寸前にも程があるよね今怒られてんだよ、ここ、今怒られてんの分かる、反省文だから怒られてんだよ、分かりますかね、というところでちょっと怒鳴りを入れていきたいと思います。すいませんね、自分で作ってきた資料がこう、もう本当に毎回書くたび思うんですけど、すごいですね。いきますよ、止める、いきますよ第59弾楽屋トークだ、イエイイエイ。今日も絶好調でございます絶好調でございます。画面見切れで申し訳ござりませんっていうところになりますけど、まあ、こんな感じで、あ、ちょっと今、あ、聞こえてまいりましたのでご紹介差し上げたいと思います。宇宙人さん、よろしくお願いします。早く言いなさいよって、こうまたね、いつものようにピピピッとされたのね。私には聞こえないんだな、で今日はこの声がピピがだいぶ伸びるんでね、あんまり気づかない、ちょっと引っ張りじゃ気づかないよ、今日だいぶこういう感じで、あ、逆にした方がいいな、こういうか見えないな、こっちだ、もしかすると透けて映ってないかもしれませんそれあるよね、まあ、一応ね、今あの、まあ、袖が伸びるやつを着てるよっていうね、編み編みじゃなくてこうシースルー着てるよということだけ言っときたいと。このね、今シースルーの服がどれぐらいな感じでちゃんと皆さんにお届けされてるかわからないですけど、これ意外にね、写真の写りによっては、うん、あのすごいね、何がすごいって、すっげえ腕太く見えたり、あー、輪郭がくっきり、なんかそう、なんかね、あるんですよね、多分それって自分が気にしてるからそう見えるだけだって、うんうん、あ、なるほど、第三者はそんなことないと思うんですけどね、うんうん、で亜美さんがいつもね、楽屋トーク始まる前にお伝え、あの私に聞くんですね、ちなって今日は全然声のとか違うな、ちなって今日は違うか、まあ、ちなって今日は何の話するのっていうことをね、いいね、言ってたんですけど、何の話しようかな。
っていうところでね、うん、もう皆様もう恒例になりました。恒例になりました恒例になりました。子供たちの携帯事情の話でございますよ、はい、前々回の話の時に、うん、まあ、携帯電話ちょっと没収されてっていう話して、うんうんうん、で前回の時もまだ没収継続中でまして、うん、で3回に1回そんな待ってた3回継続でまして3回に1回、楽屋トークしてますので、だからもうある程度ちょっと長い間ね携帯電話没収されてたわけです。で、まあ、ちょっとあることをきっかけになんと手元に渡りました。2人のあ娘ちももう行って あの、まあ、ここでね夫婦間のやり取りがあるわけです。そうこういう話でみんな好きでしょ、好きでしょ、どうしようかなどうしようかないや、まあ、結局私はまだちょっともうちょっと預かってたかったわけです、うんうん、実際はね、うん、まあでもまあね旦那さんは常に、まあ、甘いわけでもないですけど厳しいわけでもないですけど、まあ、どっちかというと甘いだろうみたいな感じでございまして、うん、でもまあ今回はねもうお母さんもこんなやってるからっていうのでずっとあれだったんですが、もうそろそろいいんじゃないかっていうところがあって、まあ、そこでも固くなりちょっと、まあ、私がダダをこねてたんですけれど、あの結論としては取り上げることで何かが解決するわけではないんじゃないかって話になったわけです。なるほど、ごもっとも、はぁ、かえってその反動がなるほどねって、うん、なんかでも単純な考えで、うん、あじゃあもう次はこうされたくないから、うん、まあ、ちょっとあのもう携帯を置くここに置くなら置くとか、うん、ちゃんと、まあ、メリハリをつけてほしかったわけですよね、うん、私としては、うん、それがもう初めの持った 1日2日ぐらいでもそれがだんだんあの崩れていって、うん、没収されてはもう息子なんかもうあの電波が立ってるだけでもうパケット食うんじゃないかみたいな感じで飛行機マークにしてくれっていう話とかもいろいろありましたけれど、もうこれ飛行機マークにしてくれっていう話もいろいろありましたけれども、うん、まあまあその中でね、だって5月のゴールデンウィークによって6、7、8、9、10、11、12もうこのオンエアの時はいやもう丸7ヶ月ですよ携帯持って。でも逆にも立って、うん、どんだけ私たちももちろんその、うん、まあ、暇さえあれば暇だったらちょっと見ちゃうよね、フェイスブックとかインスタとか、まあ、ニュースとか、うん、もちろん見ますけど、うん、またその見方と大人の使い方と子供たちっていうのはまた全然違っていて、うん、そのもう暇さえあればずっと YouTube を見るとか、うん、ずっと TikTok 見るとか、まあ、これはね好みがあるので、うん、とかあとはなんだろうな、ゲームね、ゲームとかあともうだから LINE を送るともう秒で帰ってくるわけですよ。ほうほうほう、あの場合によってはその手元、うんうん、もう大体この時間学校終わって家いるなとかだったら、うんうん、でグループやから絶対誰かしらが返してくるもんね。で早い、うんうん、そして、うんうん、そうなのもうなんかやってるし、うん、なんかそのなんか無音にしてればいいんだけどなんかなんだ息子なんかピコピコとかなんか音を出すようにしてるからさ、ポキポキ、そうそうそう、うん、なのかこうバイブにしてるかなんかで、うんうん、まあ、そういうのがあったりしつつだったんですけど、うん、まあまあそういうこともありつつで、まあ携帯は返しました、うん、もう 返されたらもうそらーね、うん、もうご想像通りでございますよ。もうずっとやってるよ戻った何事にずっとやって、で私結構ちょっと長期出張みたいなのがちょっと続いてて、うん、で出張の間は渡さないその没収の時期もあったわけですよ、うんうんうん、だからまあ連絡取れないですよね。あ旦那が その家電もあるけど、うん、もう家電ってならないから、うん、基本、うん、もうファックスのためにあるみたいな感じだから、うんうんうん、でまあその旦那としても心配だったと、うん、今までもねその連絡取りようがないからっていうのがあって、でもその時に私って思うのが、うん、だって携帯持つ前基本そうだった、まあ、キッズ携帯はあったにしても、うん、キッズ携帯なんてそこら辺に投げてる感じだったから、うん、肌身離さず持ってないから連絡しても肝心な時に繋がらないということがまあ多かったんだけど、うん、まあ、それでいいじゃんみたいな感じだったんだけど、それがなかなか、うん、もうそういう風にはいかないで、一回持ってちゃんと確実に LINE とかメッセージ、うん、コンタクトが取れるものがあると、まあ、旦那さんは旦那さんで不安だったみたいで、うん、でまだ今度まで ね、いないんだったら、まあ、それをしててもらえたらっていうのも流れの中での形で、うん、もうご返却だったわけですけど、うん、まあ、その取り上げることで解決ならないっておっしゃったのは旦那さん。そうそうそう、でもまあでも確かにまあそうだなとは思ってはいたけどね、うん、思ったなっていうのはあるんですけど、うん、まあ
きもせんとよ。でも見事に戻っちゃったね。見事に戻ってで、やっぱりでもねちょっとねやっぱりその、中学2年生と小学校6年生、うん、まあ男女なんですけど、うん、なのでちょっと何ですかね、やっぱりこう思春期だったり、やっぱり子供から大人に変わっていく瞬間って、うん、今まさに2人がそれであって、うん、でまあ、彼女がやっぱりなんとなくその要領を得るというか、うん、ちょっとここはここわきまえとかないととかいうのがちょっと瞬時に少し見えてきたかなって、ね、前もだってね、うん、もうそろそろちょっと今回は本気で怒っとるなとかそうそう今回はちょっとダダこねていけるなとか、その時はもう本気の時は固まってるそう、これ多分ね怒られてるっていうことより、あ、本当に怒ってるんだなっていう感じで多分見てると思う。いや、やべえことしたからもうちゃんとしなかったっていう反省じゃなくて、うん、あ、お母さん怒ってるんだ観察してそうすかさそう観察してんの、うんうん、そう。でも、うん、でも息子さんはねもうね、いや、なんかもう何だろうね、そのなんだろうね、もうやめたくないからさ、うん、男は基本鈍感やからね。そう、もうそうなの。でもなんかもうね、まあいいんですよ、いいんですよ。でだからもうやっぱりちょっとある程度時間遅くなってくるから、うん、いや言いたくないよ、自分で気づいてほしいんだけど、うん、もうそろそろやめた方がいいんちゃうみたいな話もするんだけど、うん、なんかそこがうんって言ってまたこうどっかに移動して始めてするわけ。でも、もうこっちもなんかそのパターンになんか慣れさせられてしまってて、なんかその一回一回にイラッとはしないんだけど、ね、しなくなってくるね、不思議と。こっちに免疫がついた。もうそうそうそう。で、もうでももうほらもう何時やでって言ったら、うん、あ、そうだよねとか言ってこう携帯置いてくれればまださか、うんみたいな、なんか言った方が悪いんちゃうかみたいな、わかります、このこれを言いたいだけなんです私は、ただ。なんか私が悪いんちゃうかみたいな感じの話でございましたね。こんなね私が叫んだりね小さい子になるのにね、もうねこれで聞いてる人はもうね、もうスタッフがもうあの耳の鼓膜が大丈夫かって一瞬今心配になりましたけど、あね、時々鼓膜かゆくなる、うん、そうね、振動ですからね、振動なんですけど、いやでも他の番組も結構こうなるでしょ、みんなやっぱりこう楽しくなってきたり、そうでもないみたいな、こう表情見てここまで強弱ないからで意外に大きいね、ちょっとね貼る時に、うん、楽屋トークだっていう時は離れてる、ね、すごい意識してるんですけど、うん、乗ってきちゃうと、うん、意外に近いところ逆に言っちゃってる、ね、あのあれよね、気づいてる時は後ろに引いて、そうそう張ってるんだけ ど, るけど、もう乗ってくると動きが今度こう横になってくる、ね、でも声もさもうワンワンなるよ、あの車が通るみたいにみたいなさ、じゃあこれやると昔歩いてた時のライブ配信を思い出しますね、私がコンテスタントの時にその話、楽屋トークで ね楽屋トークの話、ね、うんうん、してたんで、それをちょっと思い出したので今お話しますけども、うん、2018年度はコンテスタントしておりまして、毎日ね歩いてたわけですよ、ウォーキングをね、うんうん、体をちょっと絞るために頑張って、でその時に、うん、まあ、たまにこうやってんだよっていうのもアピールしつつ、自分のこうテンションも上げつつでライブ配信をしてったわけです、うん、で結構夜歩くこととかもあったので、うん、で一応女性ですか一応女性なのでね、あの女性なのでね、あの何こう住宅街をずっと歩くよりも街灯がついてるちょっと車の通るね大通りの近くを歩くわけですよ、うん、でまたその時じゃないとさ明かりがないから、うん、ただ暗い画面に声だけと誰が見るんだよって話じゃない、ね、怖い怖いでしょ、でなんとなくぼやっと映るよりも、うん、街灯があるところでなんとなくねあちなつが喋ってんなみたいな感じで見えるようにするんですけど、またねそうあのライブ配信スタートした時に限って車が来るわけですよ、で、ね、でこうでうーんって感じで来るので、あ、皆さんこんにちは、小林しなつですみたいな負けないね、エンジン王に負けない、小林しなつですみたいな感じでそういうことをやってたのを今思い出してね、その時の楽屋トークでもそういう話をしてたと思うんですけど、いやでもあの当時はそれこそあのちびっ子たちは携帯持ってないからウォーキングもついてきてくれたりとかしてた、あもうあんな頃が懐かしいわ、ね、そうだよね、うん、あそうそう、でもいやこのねやっぱり
4年って大きいよね。特に子どもの4年は大きいよね。すごいそれを感じるところになりますね。いやでもね、いろんなところがありますけれども、まあでもね、成長していく段階には、まあ、親も鍛えられつつ子どもたちの成長もあるんだなと思いますが、明らかに私たちが育つ段階の時にはiPhone なんてないわけですから、うん、ファミコンがあるかスーファミがあるか、 それをどう、あのソフトが欲しいか欲しくないかとかでしたけど、うん、一度私は母親に、うん、ファミコンが欲しいと言ったことは、うん、あ、そんなのいらないよって言って撃沈でそうですよねみたいな、もう撃沈で、なんか今の多分娘だったら、うん、いやでもね、友達が多分すっごいプレゼンしてくると思うんですよ、うん、買ってもらうためにどうしたらいいか、うん、今はみんな持ってるっていうね、みんな持ってるっていうね、でうちの家はみんな持ってても今までも何、ね、スイッチとかなんかいろんなゲームありますよね、それもずっとやってなかったわけですよね、まあ、でもあることをきっかけに iPhone を持たせないとっていうことになったのでっていうところになる、いろんなところからいろんな音がしてきますが、皆様お静かに願いますね音拾いますのでお静かに願います。もうね、これはやばいと思って今お伝えさせていただきます。すいません、宇宙人さんがねガチャ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 やっておりまして、いろんなとこ拾ってるかもしれません。あの皆さん、またこれ再放送見るときにね、どこら辺からガチャガチャ音してるのか確認をしていただいて見ていただける、まあ、楽屋トークで良かったかなというところでありますけど ね、はい、そうなんです。 CM でちょっと先が長かったのでね、はい、もう今日もう宇宙人さんね、宇宙人さんが今ね、ごめんよごめんよって言ってるのね、そういう感じになっておりますけど、いやまあそんな感じでね、まあ、いろんなことがありますけども、まあ、あのライブ配信も懐かしいね、うわーんっていうのもありましたし、うん、はあ、疲れちゃった疲れちゃった疲れちゃった、いろんな意味で疲れちゃったもん今日頑張ったの、今日も頑張ってます。いやでもね、いつもね収録3本してるんですよ。でもなんか次回からちょっと4本してみようかなと思って、もっと頑張るのでもね、そうね、4本ね、あのしようと思ったきっかけね、あの結構3本すごくあの早いのね。まあ確かにね、その3週、まあ単純に言えば3週間に1回なんですけど、うん、早いんですよ、あっという間に、うん、あ、3週間後ねとか、まあ、場合によっては1ヶ月後ねとか なるんですけど、うん、あっという間で次の収録、ね、そうなので、もう本当に大慌てで、いつもゲストさんが大体私が一人の時はもう間に合ってない状況になっておりますので、うんうん、ちょっとね、しっかりも4本したら自分にすごいプレッシャー与えてね、さすがに3本一人で話すのってそれは大変だよということで、もう4本目は楽屋トークで確定してるっていう今ね、お伝えでございます。そのうちだもん、なんか3本も一人で喋れちゃうようになっちゃうよね。あの話題がね今まではそのね、ミセスジャパンのそのいろいろね地方大会のお手伝いしてたりとか、そちらのお話をいっぱいしておりましたけれども、もう今まあまあでも話題出てくるかもね。はい、でも一人トークやりだしたのってレオくんの時？あ、でも一回まだそのレオくんちゃうわ、バオくん、あ、レオはね、うちの息子の名前でございまして、あのね、その、バオくんだ、バオくんで正解だよね、バオくんで正解、え、合ってるよね、うん、バオくんっていう、あの、今は分かんないですよ、その当時はバオくんって小学生が、うん、その、学校に行ってないんだけど、うん、結構 YouTube とか、うん、結構著名人たちとコラボしてたり、で、その子の本が出てて、そう、子供なのになんか書籍ね、うん、でその紹介をしてた時に、うん、もう今だから言える話なんですけど、うん、名前をちょっと文字って言ってて、うん、全て訂正したのを覚えてます。今間違った方言ってへんよね。そう、そっちが分からない、もうこれ以上出さんとこだもん、ね、うん、まあ間違ってたらごめんなさいって入れますねバオくん、ボアくん、ビアくん、バオくんだよ、でボアくんって言ったんじゃない、そう、バオくんだよ、バオくん、バオくんだと思う。そう、だから間違ってるのも二文字で間違ってるからね、そこをね、もう声を乗せ替えるっていう荒技を、もう荒技もですし、またね、その時にかけてすごい言ってる、そうそうそう、で、しかも言ってるところでなんかちょっと、そう、違うよね、声のね、トーンが違って、インドネシアがね、うん、で、違ってますよって言って、その時の、まあ、データと来るわけですよ、動画が、うん、で、私その瞬時に何分何秒で間違ってるのかっていうところを全部聞いて、それと同じ感じで全部、うん、全部、まあ、10個間違ってたら10個全部入れて、全部あのこれでお願いしますって言って送ったの、だってバオくんはって言ってる時もあれば、バオくんがって言ってる時もあるから1個の音じゃ使い切れないよね本当に、うん、
あれはもういい勉強になったっていうかいやもうじゃ信じて病んでないからねその時は。でなんか初めての一人で話すぐらいの感じの頃で、うんうんうん、もう内心めちゃくちゃ緊張してるわけですよ。でそれもありながら話をしていて、ね、もう思い出した。そんな話あったね。であとはね何があったかな、すごい間違いがあったけどなんか今吹っ飛んじゃった。なんか間違いあったけどすいません、ちょっと集中しなさい宇宙人さん。わかりました、私でございます、ね、宇宙人さんの正体、正体こ現れた、正体ここじゃ、正体ここ現れた。誰に拍手してたの今。多分今日言っときなさいと一人ぐらい入ってるかもしれません乗り移ったね、うん、あのちっちゃい子たちがいっぱいいるんですけど、ね、いつもそう椅子とか座ってるんですけど、だいたいもう透明なんで分かんないんですよ、あの画面上ね。真っ白なんでね、もう白に抜かれちゃって、透明って言っちゃった、透明って言っちゃって、透明かどうかも分かんない、すいません感じで話しておりますけども。でも最近これがないのよね、宇宙人の話してます。出せこの前出したよ。出せる、うん、じゃあまたそれないって言ったから出したじゃあ来週の検視かもしれない、分かりやすい、すいません。いや、いろいろね、あの私が面白い顔をするので編集の方がいろんなことをしてくださるんですけど、もうこの時にはすでにオンエアになっておりますが、あの何回か前の時に私が歌ってる動画をね、もう音声なしで画像だけ流させていただいてるんですけど、うん、その時にねすごい私エレガンスマダムで初めて見た画像の移り変わりで、私はその時真ん中で話をしてるんですけど、その映像が流れる時は私がねシューってこの位置に来るんですよ。で映像を流して、あれ移動したすごいね、あれムーンウォークよりもスムーズだったよなと思ってすいませんすいません、いやでもすごいね、あなんか私もあれもできるようになりたいとか思っちゃったけど、いやっていうか次からは自分がこうしてくれてシューってやってくれていいのよ。やっていいの、うん、やろう、ちょっと今度それチャレンジします。誰に言ってんのよでもそうしたら面白そうじゃない。千夏今動いてます。でもあんぐらいスムーズに動かんだから、ちょっとじゃ あその前に CM 入りますCM です、どうぞ。お帰りなさいませんね。さっきね CM 直前まで移動するのかどう、まあ、こう座ってますよね、うん、そこで練習するの、うん、いやこう座ってますよね、うん、それでは動画どうぞ。なんか鈍いすいません、できないできない顔、ちょっと待って、位置が分かんなくなっちゃう、位置が分かんなくなっちゃう、位置が分かんなくなっちゃう、これぐらいかしら、もう分かんなくなりました。ちょっと無理ですね無理だわ、ね、そうそう、だからあれ CM 明けに動画を流すようにして椅子はセッティングして体だけ移動したらきっとうまくいくかもしれない、ね、あ、それは素敵な考えです。でもその時にしか動画出せないということですね、話をね持っていかない、まあ、それはね考えてみたいというふうに思うんですけど、うん、そんな感じでございまして、あと私何の話するって言ってたの、椅子、あ、そうそう、チェアレスクの話、そうですそうです、チェアレスクの話なんですが、うん、まあミセスジャパンの話ですけど、まあ、今年もいろんなところで回させて、いろんなところって言ってもね、もう関西飛び出てるからね、飛び出てあのね、すごい、今回はまあ踊れる予定で踊れなくなったところとかも、まあ、いろいろね事情があるのであったんですけど、今回はミセスジャパンは2021年の今年は全国17都道府県で開催がありました、うん、まあ、その中に私ね気づけば8大会かな、8個ぐらいちょっとお手伝いで関わらず、まあ、お手伝いだから、うん、その広島のようにがっつりトレーニングに入るとかじゃなくって、うん、前日準備から当日、うん、なんかこう担当のところをするみたいなお手伝い、まあ、それは OG の有志さんの方たちが集まってするんですけど、うん、その中で、踊らせていただいたところは、まあ、広島はチームで踊りました、うん、で広島、静岡、神奈川、神奈川、埼玉、沖縄で、兵庫は動画が流れました。あ、すごい、6大会でチェアレスク関わらせていただきまして、うん、本当にありがとうございました。はい、
ね、でもここでちょっと裏話がありまして、去年もミセスジャパンでね、もう2か所3か所踊らせていただいたんですけど、その時にはその会場で、そちらの方で椅子を準備していただいて踊ってたんですね、で、まあ、基本ちょっとパイプ椅子でちょっと技みたいなのをしながらするんですけど、通常のパイプ椅子ってあのちょっと昔のパイプ椅子だと背が低かったりするとちょっとブサイクなんですよね。でももうその時はそれで精一杯でいろんなところでやってたんですね。パイプ椅子じゃないところもあったし、でも今年はもう万全で行こうと思って、椅子全部送って、送って戻して送って戻してってやって、背高い人低い人いるでしょ、でも同じ椅子使うの？そうだね、基本ね、その、固定のもう開いてる椅子、普通の椅子もあれば、まあ、今回は郵送で送ったのはもちろんパイプ椅子で、そのパイプ椅子がねちょっとやっぱり通常よりちょっと背が高い感じで、まあしっかりしてるやつなんですけど、もう今回はもうその方が安心だと思って、その技するのにもね練習でそれ慣れてるので、いや、もう今回ちょっとだってアクロバットっぽいのするもんね。そうよ、してたの。でもね、でもこれが本当面白い話が、近場の時はだいたい片道1700円ぐらいなんですよ、それからだんどんどんどんこう遠くになっていくと、どんどんもう私あの沖縄結構急に決まりまして、埼玉からそのまま沖縄に送った時にはもう、あ、これぐらいかかるんだと思って、そんなまあその椅子一つですけどね、その今までの1000いくらからしたらそらそらね距離もありますし、で、いついつに届きますかっていう、ある程度中2日空けたんですけど、いやもう約束できないですって言われて、埼玉が営業所に持ち込んだのに、っていうところで前日にも届かず、前日椅子を買いに行きホームセンターに、当日の朝届きまして一安心しました。よかったというところになりまして、第59弾楽屋トークでした。あみさん今日、あ、早い伸ばしなさいよって言われてもね、伸ばしてって、ちなつき早いでみたいな、裏側伝えるからねもうというところで第59弾楽屋トークでした。アミさんありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。